皆さん、こんにちは。今日は2022年6月12日日曜日です。今日のテーマ、戦場に行っている牧師、祭師、神職の方について話をしたいと思います。今回のウクライナ・とローシアの戦いでは、牧師は武器を持ったりとか、あるいは牧師は武器に対して 祈ったりとか、聖水をかけたりとか、そして戦場に行く兵士に対して、あのそういう、まあ、祈りもしますので、戦うと処理しますよと、負傷はしませんよねと、無敵であるようにあの祈っていきます。そして、プーチン大統領もそうですが、えー、非常にですね、牧師と、まあ、仲いいと言いますが、 それから、あの、ウナの軍人ですが、あの、カップル同士ではありますが、まあ、牧師が戦場にいています。そして、司会となって、あの、司会として、やはり結婚式も挙げました。そして、牧師は、あの、ね、軍人の服装を着ていますので、これで、やはり、あの、みんな中国ではですが、びっくりしましたけれども、そして、この方は、 対戦車、携帯式対戦車ミサイルに持ってですね、やはりあの背中に今かけていますが、あの、まあ、これから戦場に行くよということではあります。それが見てですね、やはりこれは中国との文化は違うよねと、中国ではやはりそういう質問とかありましたけれども。で、なぜならですね、やはり文化が違うんですよ。で、これについて話をしたいと思います。 現在、ロシアの指揮部は指導部ですが、前線に新人さんがあの多いんですので、前線に対してそういう偉い人、あるいは戦う経験のある方を前線に派遣しますと。そして前線には牧師も派遣されています。偉い人、あるいは経験のある方は前線にいて指揮を高めることが期待はできます。あるいは洗脳もできますので、 しかし、従軍、聖職者と言いますが、あるいは牧師とも言います。まあ、聖師とも言います。えー、そういう神職の方は、えー、とも言いますが、まあ、私は牧師だと言いたいと思います。その方がまとめやすいんです。牧師と言います。そして、まあ、今回この動画では、そういう牧師の歴史と流れ、今の状態を合わせながら話をしたいと思いますが、キリスト教という教が出てきて、 軍には牧師を配属するようになったんです。目的というのは兵士たちの悩み事を聞いたりとか相談も乗りますし、そして兵士に対してやはりストレスならないようにするのが牧師の仕事ではあります。当時、西洋の牧師の仕事はキリスト教のない場所にいてキリスト教を拡散する、あるいは教えることが任務の一つではありました。 例えば、占領した地域。この地域は植民地となるので、この地域で宗教を拡散する、教えるということです。また、牧師は普通の人がなる人はできなかったんです。なぜなら、 少なくでも字を読めたりとか、あるいは書けたりとかはやはり必要なんですよ。つまり、社会のエリートの方がなることができるんです。普通の一般人はなることはできないんです。しかし、牧師には正式に軍に所属することではなかったんです。つまり、軍人ではなかったんです。神様の使者だと言われていました。まあ、当時、 武器を持ってはいけませんでした。そして服装も牧師の服装です。神職の服装です、えー。そういう軍の服装をやはり着てはいけなかったんです。そして、まあ、鎧兜と言いますが、やはり着てはいけません。当然ですが、戦場にも行きません、えー。戦争には参加しません。この状態はずっと大航海の時代まで続いていました。それから植民地の時代となって、 大航海。つまり、行ったことがないところを開発するということなんです。これは、西洋釜のポンカーなんです。目的というのは、宗教を拡散する。そして、金ですね。お金です。例えば、このコロンブスですね。こちらは、コロンブスさんはアメリカ大陸に上陸の絵なんです。彼はケン、剣。 武器ですね。剣と神様の肖像を持っているんですよ。まあ、当時ですね、やはり神様のために新しい領土を発見しましたと。なので、ここでは宗教を拡散するねと。というイメージなんですよ。そうすると、牧師もそうですが、船の乗組員と言います。軍人とも言いませんので、助力しました。大航海の時代、牧師は、 船の乗組員の一人となったんです。一人となったんです。しかし、大航海の時代、一つの船につき、数十人の乗組員、あるいは牧師がいていますので、あの、そんなに人は多くなかったんですよ。例えば、コロンプスの船3隻で約150名ほどの人は乗っていました。それから、マゼラの船でしたら、5隻で200人ほど乗っていたんです。 つまり、そんなに大人数でもないんです。しかし、大陸を発見しました。え、助力しますとですね、乗ると、やはり原住民が出てきます。相手は原住民です。人数は自分よりははるかに多いです。もう10倍、100倍の差です。そして、文化、宗教はかなり違いますので、例えば、一部の原住民の そういう宗教ですが、神様はですね、その喫煙は関係ないんですよね、と。蛇とか出てきますので、まだそういう原住民の一部ですが、例えば人を食べたりとか、臓器を神様にあげるっていうのが、文化、宗教もありますが、そうすると、牧師は十字架を持って、自分のこのスト表の拡散というのはやはり難しいんです。牧師もここで非常に危ないですので、 自分を守るためでもあるんですが、武器を持つようになりました。そして、環境も悪いですし、この地域を植民地にしようとします。この強い意識を、気きちを維持するのはですね、やはり神様を信じることとお金ですね、と言われています。最後、僕たちは銃を持つようになって、発砲するかしないか、決める権利を持つようになったり、 あるいは、まあ、指揮する権利もあったりするんですよ。つまり、上陸するかしないか、軍事的な活動をする前に、牧師に、まあ、そういう、まあ、祈祷してもらうことなんです。イギリスの探検隊、北アメリカの大陸を探検するとなってくると、例えば、前に進んでいきます。左か右か、どの道を選ぶ,選ぶのか、やはり、牧師が決めていたんです。 決め方としては、大体ですね、牧師は自分の靴を脱いで、で、ね、あの、空に投げます。で、それから、靴の先ですね、どこに刺すか、そこを選んでいくらしいんです。それから、米国初めての大統領であって、独立戦争の司令官であって、マシントンさんです。まあ、彼は、カミ職の方は、えー、そういう陸軍には、カ職の方はやはり必要ですよ、というふうにしました。 でも条件としては軍人であることです。軍人であっての牧師です。つまり軍の服を着る牧師です。つまり戦場にいて戦うことです。でも戦うことが面の仕事ではないんです。軍の中で心理的な先生としてやはり兵士に対してそういうストレス、悩みことを聞くのがメインです。そして戦争が終わりましたら お葬式もあげますので。また、字を読めたりとか書けるのはエリートの時代ではありました。牧師に書いてもらったりとか、やはり非常に大事な存在です。兵士たちは家族の方に対してそういう手紙を書くとき、あるいは家族の方から手紙が送ってくるとき、牧師に読んでもらったり、手紙を書いてもらったりことはあります。また、牧師っていうのは 貴重な人材であって、兵士にとっても欠かせない存在であって、やはり尊敬できる方なんです。そして、軍にいている牧師は収入は高いんです。でも、忙しいんです。待遇は、やはり他の兵士と違いますので、例えば、月給ですが、陸軍の将校と同じレベルだそうです。まだ、給料は現金です。つまり、金か銀の 通貨になってきますが、でも他の軍人さんっていうのは、あるいは証拠もそうですが、お金は基本はですね、支給されません。それが普通なんです。でも国、あるいは政府の債権をもらいますので、例えば戦争が終わりましたら、国、政府がその債権と現金、まあ金ですね、交換できますよという約束があります。 でもこれはあんまり期待できないんです。歴史上ですね、大体の国は戦争が終わりましたら、兵士たちは良い,い思いにはならないのが普通なんですよ。戦争後、債権が紙くずになったりとか、政府に交換あるいは監禁してもらうんですが、半分も約束の半分もあれば良い,い方なんですよ。例えば、1781年、 シエースの反乱が起きました。当時はやはり政府の言うことを聞いて戦っていました。当時の約束は戦って処理しましたら政府はですね、保証しますので、まあ再を、まあそういう保証書ですね、書いたりとかありますので、土地をあげますよとか、牛もあげますよとか、そういういっぱい約束はあったんですが、最後は何もないんですよ。それはやはりダメですと。この方は、ボールドウィン。 いう方ですが、独立憲法にサインをしました。彼は元軍の牧師でした。独立戦争で戦うながら法律の勉強をしました。独立戦争の時代、軍に牧師がいるのは当たり前のことでした。それから南北戦争となってくると、お互い暗黙のルールはあります。牧師をできるだけ。 狙わないことです。そういうのが、やはりルールではありました。暗黙のルールではありますが。第一次世界大戦。戦場に行く牧師は、特別訓練を受けることがありました。例えば、武器の使い方、負傷者への応急処置、怪我しましたら、それを対応すると。そしても、米国は、やはり、移民の国ですので、いろんな宗教の方は存在しています。 第一次世界大戦の牧師はとても忙しかったです。宗教は違いますが、一つの部隊はやはりみんな所属されていますので、牧師はいろんな宗教のことを勉強しないといけませんでした。例えば、左手には聖書を持っています。右手にはコーラの聖書を持っています。そして仏教も頭に入れとかないといけません。第一次世界大戦が終わって、 軍に牧師を入れるっていうことを正直に決められていました。まあ、軍では米軍ですが一つの大隊に対して牧師は1名か2名です。また、できれば軍の基地には小さいでもいいですから教会を作りましょうねと。第二次世界大戦では牧師の存在というのはもっと大事な役割をしていたんです。軍の中で 牧師の地位はとても高いんです。戦場で牧師が兵士のために、まあ、犠牲とか、例えば船が沈没しました。牧師が自分の武器はですね、兵士に渡すとか、これで自分が犠牲になったりとか、あるいは、まあ、兵士に逃げてもらうとか、自分は逃げませんとか、などなど、そういう、まあ、に関係する物語、伝説はいっぱいあります。そうすると、米国では、 牧師に対してそういうイメージはやはり違ってきます。結果としては、軍に参加する若い子が増えていたんです。例えばこちらですが、1948年、牧師4名という切手があります。それから、牧師の記念碑とか、牧師の勲章とか、いっぱい出てきました。牧師がいて、軍にいている兵士の 心が一つとなるよねと。それから兵士の気持ちも高めることはできますと。これは政府が気づいたでしょうと思います。現在、従軍聖職者になるには容易ではないんです。まずは宗教の学科、博士、称号です。それから訓練、実習を受けることです。例えば、基礎教、イスラム教、仏教、ユダヤ教、ラビユダヤ教、 マウラなどなどの宗教が、まあ、京都はいてるからなんですよ。でも、やはりみんなのことを勉強しないといけません。まだ、政府、米国の政府としては、やはり支持します。あの、従軍、聖職者の大国ではあります。もう一つの従軍、聖職者の大国は、ロシアなんです。ロシアは政府として支持しないんですよ。これはまあアメリカとは違います。国民の意思で、 クシーといいう文化が残っています。ロシアソ連には正、まあ、教会というものですね数千年の歴史がありますソ連の時代となって神様は存在しないという説は 教育されていたんです。なぜなら、ソ連もそうですが、中国もそうですが、北朝鮮もそうですが、この三兄弟ですね、神様は存在しないんですよ。政府が言っていますので、自分は神様ですよ、と。例えば、毛沢東もそうですし、例えば、キム・ジュン、キム・イルソンもそうですが、そういう人間ばっかりなんですよ。自分の肖像は神様よりも大きいんですよね。 まあ、やはり国民に宗教を捨ててもらうことなんですよ。これは当然です。ソ連あるいはまあロシアも同じことをやっているんですよ。でも、現実はちょっと違います。正教科の牧師はやはり一般人になることです。当時ですね。ソ連の時代でしたが。ただ、ソ連にはまだつまりの文化、歴史はありますので、中国のように皇帝の時代を 完全に否定することはしなかったんです。そうすると、ソ連の時代、あの、牧師をなくす、宗教をなくすという運動はありました。これはスタンリーの命令でもありますので、でも実際的に実行されていませんでした。国民は、ウラで、あるいは内緒で、礼拝などはしました。地方政府の官僚も、知らないふりもしました。そして、その後、 第二次世界大戦で、まあ、東部前線と言いますが、まあ、ドイツとソ連の戦いですが、ソ連の政府より正教家の牧師の方が影響力があるよねと、これでスターリンは気づいたんです。正教家の牧師たちは、信者に呼びかけたりとか、えー、軍に参加しましょうと、国を守りましょうと、侵略者と戦おうと、 いうのが、やはり、牧師さんの、そういうスローガンがありました。愛国、愛宗教のスローガンがあったんです。スターリンはこれで気づいて、自分よりやはり影響力あるよねと、宗教を自由にしました。戦争の前ですが、正教会をなくす、っていうことをやってったんですが、戦争が起きると、正教会を自由にしました。 え、それから政府に没収された教会はもう返還されましたが、その後、ソ連政府は宗教に対して支持はしないですが、反対もしないんです。でも、大きな教会っていうのは政府が博物館にしたりはしました。一番有名なのは火山大聖堂と言いますが、ソ連の時代でしたが、 神様はいない論の博物館になったんです。今は違いますが、これは歴史ではありますので。まあ、ソ連は、あの、物を置いておいて、その物を破壊することはなかったんです。物を置いといて、批判はします。例えば、イエスは言いませんよね、とか、基礎は言いませんよね、とか、神様なんかは存在しませんよね、と言いながら、でも物としては置いていくと。中国は違います。 物をなくすんですよ。破壊しますので。例えば、文化、大革名もそうですが、物をなくしてから批判するんですよ。なので、そういう歴史的なものはもうないんですよ。なので、中国では、講、ま、師、あ、と言いますが、本当に人は結構中国でも信用しない人が多いんですね。なぜなら、講師は、 そういう昔はですね、散々否定されていて、講師の記念するところですね、もう破壊されましたし、講師のそういう記念碑とか肖像も破壊されましたし、完全に否定されていて、今となって講師は素晴らしいですと言われてもみんな信用しないんですよね。だまだ、ソ連が崩壊後、ロシア軍には正教科の文化が、まあやはり続いてありますので、例えば、現在、戦場では移動式、 コンテナのような教会がありますので、そこで、あの、正教会の方は、やはり、まあ、牧師ですが、そういう兵士たちの悩みことを聞いたりはしています。そして、まだ武器とかミサイルなどに対して、やはり、そういう、まあ、祈祷といいますが、祈ること、祈ることですね。そういう、まあ、生をかけながら、そういう口ではお願いします。あなたは無敵です。え制覇できます。世界一です。というのを、 言っているんですね。そして、これから戦場に向かうよっていうことですので、やはり精神をかけて、あの、頑張ってくださいと、あなたたちは無敵ですよと、きっと勝利するとか、敵を制覇できるとか、そういう話を言ってるみたいです。それから、F、F35 という戦闘機ですが、中国に、あの、まあ、中国は買いますので、F35 戦闘機は中国に、 F35 違います。これは SU35 ですね。ソ連製ですよ。あの、アメリカは、その、あの、くれるわけないですね。あの、売ってくれるわけないんですよ。これは SU35 ですが、で、中国が買いますので、中国に売りますので。で、売,、ま、売る前に、やはり出荷する直前に、やはり生死をかけるか、かけないか。で、値段は決めるらしいんですよ。まあ、そこでは、あの、大体ですね、生死をかけてもらうらしいんですよ。 ただし、あの、生死をかけるときに、まあ、まあ、ちょっと、このドアというか、窓というか、あの、閉めてほしいですね、というふうに思いますが。これでね、電子機器がね、水入れると、あまり良くないでしょう、というふうに思いますが。しかし、今の現状としては、まあ、ロシア軍は、ウクライナの戦場で苦戦していますので、僕氏はやはり説明をしました。信者は戦うときに、 他のことを考えていたでしょうと、正義がないからですよ。そういうふうに指摘していますので、まあ、つまり、正義がないから効果はないんです。あの、自分と関係ありませんよと、私は、正義をかけることはしましたし、まあ、祈祷もしましたし、結構あまり聞かないのが、あの、やはりみんなの正義がないからです。そういうふうに言っているんですが、 まあ、そして、キリスト教の国家以外に、例えばイスラエル、アラブ国家にも従軍聖職者のという文化はありますので、まあ、現実的にその戦場に行く方は一般人が多いというか、あの普通の国民なんです。つまり、社会のエリート族、あるいはそういう官僚ではないんですね。行かないんですね。 まあ戦場に行くには、やはり自分は一般市民ですが、まあそういう勇気とか自分を犠牲しても良いっていう気持ちがないと、やはりなかなか難しいと思います。でも、その自分が犠牲してもいいよっていう、そしてやはり恐怖感はあるので、まあ怖いと。その恐怖感をなくすには、僕師からのアドバイス。やはり、あるいはそういう信仰が、まあ宗教ですね、必要というふうに言われていますが、これが、 まあ一つの効果だというふうに言われていますが、やはりこれがまあ宗教とか違いますので、私はここまでしか言えないですが、でも現実的に言いますと、やはり一般市民、国民、あるいは子どもたちが、まあ若い子たちが戦場に行くので、もう早く終わってほしいというふうに思いますが、やはり戦争っていうのはまあないほうがいいですよね。平和、平和の世界が大事ですので、 特に若い子にとっては、やはり平和とか、戦場に行くと、これからの人生は影響されますので、やはりこれを早く終わってほしいというふうに思います。この動画はここまで,でしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。